手取川と青の私。白山に源を発し日本海へと注ぐ手取川、一級河川として知られ、かつては暴れ川として恐れられたのであります。昔々この手取川には橋がなく、青の渡しと呼ばれる渡し船が人や荷物、牛や馬を対岸まで運んでいました。何せ幅が広く急流で知られる手取川、船が流されないように向こう岸とこちら側に綱を張り、これを頼りにしながら渡しを行っていたようです。川の水が増えるとたちまち旅人は数日にわたって宿泊しなければならなくなり、街道の難所の一つになっていました。その一方、渡しに従事する船頭、茶店、宿屋などで集落は潤ったのであります。やがて手取川には橋が架けられますが、長きにわたり青の渡しは大切な役割を担っていました。古き良き時代、なんだか風情も感じますね。川も渡る風に吹かれながら渡し船に乗ってみたかった。おーい、船が出るぞ。乗せてくれ。間に合うてよかった。わしは商いで近江の国からやってきたんやが、どうしても今日中に金沢へ行かんとならんのや。日が暮れる前にと思うとったが、これでなんとかなりそうや。船頭さん、ありがとう。なんも言いわいねえ。近江の国から来られたんか。遠いとこ大層やね。さあ、船を出すさかい、しっかりと捕まっといてや。これ、あの山をご覧なさい。白山と言いましてな、この手取川の水はあの山から流れ出ております。川幅が広い上、水量が多く、渡るには難にいたします。もし加賀藩から橋を架けるお許しが出たとしても、うまく架けられるもんでしょうか。とはいうものの、私ら青の私はこの川のおかげで暮らしが成り立っております。なるほどな。ところで船頭さん、後ろに馬がおるが、動物も運ぶんか？へえ、牛でも馬でも運びます。この渡し船の上では人も馬も同じでございます。みんなで仲良く渡るのです。なるほどな。そんなら雨が降って水かさが増えたらどうするんや？ええ、その時は村の宿屋にお泊まりいただきます。難儀ではございましょうが、致し方ございませぬ。こう言ってはなんですが、そのおかげでこの辺りは潤っているのでございます。お泊まりいただくとお代をいただきますし、茶店にもお立ち寄りいただけます。まあ、この川と共に暮らしているのでございます。さあ、向こう岸に着きますよ。金沢までお気をつけて。ああ、ありがとう。青の私の船頭さんよ、ありがとう。この手取川ってのは大変暴れ川でございますから、なかなかここ渡るのは大変だということで、五国神街道の中の難所の一つに数えられていたようであります。渡り方なんですけども、向こう西までの間に綱を張りまして、綱を手繰りながら対岸まで行くと、そうしませんと船が流されるもんですから、で当然のことながら、あの渡し賃というものも定められていたというふうに言われています。で、川に水が増えますと渡れなくなるということもあるわけですね。この時にはですね、
当然のことながら船止めといって船を出さないと危険ですから出さないと、あるいは川の河口の港とか元石の方まで下って川の河口の方から渡ってくださいというような船も出ていた場合もあったようであります。でこの場合には松戸川の水島と小松の茶屋町にですね、青川船止めという、まあ、看板が出てですね、そしてそれを見た人たちは、ああ川渡れないんだと、そうなると仕方ないから小松だとか青まで行く途中の寺井だとか、あるいは水島とかというそこがまあ宿場になっておりまして、そこで泊まって水が引くのを待つというようなことで、まあ、あの川まで来て渡れないってなると困るもんですから、あらかじめ手前でそういう札が出てですね、それを通る人たちに知らせたというふうに言われております。明治21年の10月に手取川に橋がかかるんですが、それまでの間はずっと江戸時代からそういう状態であったと言われております。普通はあの人足が一人ですね、船を操って綱を手繰りながら対岸まで行くんですが、増水した時は非常に流れが強いですから人足が5人がかりで墓を運ぶということが行われていたと言われております。毎日大体、まあ、はっきりした数は分かりませんが、大体200から500人ぐらいのですね、人間をこの青の渡しでですね、運んだというふうに言われているわけですね。まあ、そういうようなことで江戸時代の北国神街道の手取りの渡し場、これが現在の野見市の青地区であったということでありまして、そういう面では青の渡しというのはですね、北国街道行き交う人たちにとっては大変有名な、いわば渡し場として知られていたということが言えるわけですね。明治時代になり交通が自由になると街道を往来する人も多くなり、手取川の通行を渡し船に頼るだけでは大変に不便で渋滞の難所となりました。そこで1888年明治21年木の橋が作られました。現在は鉄橋の手取川橋が架けられ、たくさんの車が行き交っています。橋のたもとには手取川と青の渡の記念碑が設置され、歴史を今に伝えています。野見市歴史物語。